まりいただき誠にありがとうございます。拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。あれね、今日雨が降ると言われてたんですけども、天気の方も持ちましてですね、本当に天気の方も持ちまして、桜の方も持ちまして、しだれ桜、そして改修工事が終わりました姫路城をバックに、本日はですね5月1日より全国劇場にて公開いたします。全国劇場にて公開のザ・ネクストジェネレーションパトレーバー首都決戦、こちらの映画に出てきますパトレーバーの映画に出てくるイングラム、こちらのイングラムのデッキアップイベントを行いたいと思います。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね。ちょっとね、おやつの3時ということでお昼ご飯を食べて眠たいかもしれないですけども、せっかくのイベントなので皆さん声を出して一緒に盛り上げていっていただきたいと思います。皆さん元気ですか。イエーイ。まだ眠いかな。さあ、というわけでですね、さあ、この、本日のデッキアップイベントの司会を務めさせていただきます。本日のデッキアップイベント、こちらを、姫路市と協力して企画させていただきました。神戸新長田に新しくできました神戸アニメストリートという新しい、ポップカルチャーな商店街ができたんですが、そちらの方から、本日来させていただいております。神戸アニメストリート MC を務めております渡辺フラワーというバンドのムサと、はい、神戸アニメストリート広報のいちこです。はい、よろしくお願いいたします。そして本日1回目2回目と、司会の方も務めていただきましたのはラジオ関西という、ラジオ局でですね、いまいち燃えないラジオというラジオで、パーソナリティを務めております香里とさやかの方も本日一緒に、協力していただいております。よろしくお願いいたします。さあ、1980年代より漫画やアニメ、映画などで空前のヒットを記録した機動警察パトレーバー、その伝説作品の実写版映画、今回の映画実写版でございます。こちらの実写版映画が5月1日ゴールデンウィークでございます。5月1日金曜日より新宿ピカデリーほか全国の、劇場で上映されます。その名もさあ、ネクストジェネレーションパトレーバー首都決戦ということでですね、こちらの映画の、記念をしまして本日デッキアップイベントを行いたいと思います。さあ、皆さんもう準備の方はよろしいでしょうかね。もう今からカメラを出してくださいっていうアナウンスをしようと思ったんですけど、もう皆さんカメラの方出してますね。全然もう準備の方よろしいでしょうか。さあ、本日写真撮影さらに動画撮影もOK となっておりますので、どんどん撮っていただいて Twitter や Facebook にどんどん情報を拡散していただきたいと思います。さあ、皆さんもう準備の方はよろしいでしょうか。それではこちらの方、こちらの The Next Generation パトレーバーテーマの一つに女の戦い、ロボットアニメなのにロボットの映画なのに女の戦いをテーマの一つに掲げております。なのでこちら今からデッキアップの掛け声を神戸アニメストリートの戦う女こと広報のいちこにお願いしたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。拍手、カメラ持ちながらでも拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、皆さん、いよいよデッキアップです。準備はいいですか。イエーイ。準備はいいですね。はい、準備はいいです。よし、それではいきますよ。皆さんも一緒に言ってください。せーの、パトレイバーイングラムデッキアップ。デッキアップです。Thank you.
パトライバー98式 AV イングラムデッキアップ完了でございます。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。拍手の瞬間だけ皆さんよかったらカメラを置いて一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さん、デッキアップが完了いたしました。圧巻の迫力でございます。さあ国宝姫路城をバックにデッキアップ完了しましたイングラム、ぜひどんどんお写真の方撮っていっていただきたいと思います。お手元の携帯電話またはデジタルカメラでパシャリパシャリと5月1日よりロードショーでございますザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー、こちらの映画にも出てきますイングラムの写真をどんどん撮っていってください。姫路城をバックにイングラムが撮れるのは今日だけですよ。さあこちらの98式 AV イングラムが登場する映画ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー首都決戦は5月1日金曜日より新宿ピカデリーほか全国劇場にて上映開始です。現在一部劇場窓口ではイングラムくん指人形、イングラムくん指人形、あこちらのメンバーがつけておりますイングラムくん指人形がついた前売り券が発売中でございますので、ぜひお買い求めください。イングラムくん指人形があれば家の方でもセルフでデッキアップが楽しめるということで、ね、家でもデッキアップが楽しめるイングラム指人形前売り券、ついております。こちら数量限定になっております。数量限定になっておりますので、お急ぎください。よろしくお願いいたします。また BS10 チャンネルのスターチャンネルではザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーのドラマシリーズ全7章も好評放送中ということで、こちら4月22日水曜日までの平日の深夜に連日ドラマシリーズを放送しております。しかも4月29日の水曜日祝日の朝9時30分からはドラマシリーズをなんと第1章から第7章まで一挙放送もいたします。ということで4月29日はぜひ皆さんお休みを取ってパトレイバーを1章から7章まで全部見て映画に備えていただきたいと思います。ドラマシリーズを全て見ればさらに映画が楽しめること間違いなしでございます。ぜひぜひチェックしてみていただきたいと思います。さあそしてスターチャンネルでは毎週土曜日の夜にパトレイバー情報満載のパトレイバー情報満載の週刊パトレイバー、週刊パトレイバーも放送しております。こちらもなんと無料で見られるということなので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。さあ本日ねご帰宅の際にはテレビ番組表で BS10 チャンネルの週刊パトレイバーぜひチェックしてみていただきたいと思います。さあこちらなんと無料、そしてこのデッキに驚いて電気は止まりましたが、今がチャンスでございます。この時間撮影タイム延長スタートでございますので、お手元の携帯電話またはデジタルカメラでパシャリパシャリとイングラムの写真を撮っていってください。よかったら僕らも撮ってください。よかったらどんどん写真撮っていってくださいね。さあ皆さん写真を撮りながら聞いていただきたいんですけども、さあこちら5月1日金曜日より全国の新宿ピカデリーをはじめ全国で上映しますザ・ネクスト・ジェネレーションパトレイバー首都決戦、こちらなんと公式 Twitter や公式 Facebook もありますので、ありがとうございます。一回映りますね、皆さん写真一回映りながら、さあ一回映りながら喋ってますけど、公式 Twitter、Facebook もありますので、ぜひそちらの方もチェックしていただきたいと思います。さらに公式ホームページもありますので、そちらの方もぜひチェックしてください。写真を撮った人は絶対チェックしてください。撮るだけやめてつぶやいて、今すぐツイッターでつぶやいて。